俳優佐藤健が挑んだ映画「るろうに剣心」の超絶アクション。その舞台裏は想像を超える過酷な撮影の連続だった。佐藤健が挑んだ剣心への旅路が今明かされる。2011年11月7日、撮影開始から3ヶ月を迎え、パート1の撮影もいよいよクライマックス。おはようございます。おはようございます。悠々と降りてきます。悠々と降りてきた。剣心と有働仁への戦いが撮影される。剣心って一声が。動きますね。このシーンでは仁へとの壮絶な戦いの一方で、愛する者を傷つけられた怒りから感情を爆発させる剣心の姿が描かれる。カルドラにかけた真の一方を解け。もう遊びは終わりだ。うん、殺してやるからかかってこい。これがバトルスの構えかってなって、セリフがあってブーンといった。バーン。そのため佐藤は過酷なアクションシーンとともに徐々に変貌を遂げる剣心の感情を表現することに。飛天御剣流抜刀術総流さん。リハーサルではアクションの動きとともにその感情の変化を大友監督とすり合わせ確認していく。言ってたけどね、もうちょっと心配とかじゃないもんね。自力で解いたもんね。それに対しての動きとかの、うん、っていうと簡単にはいかないよね。ここからよーい、バーンと撃たれた。クライマックスとあって監督の演出にも力が入る。綺麗って感じですね。刀を見たからね。で、カオル殿を守るため俺は今一度人斬りに戻る。少し笑みが出てもいいくらいです。そうね、望んだ通りです。で、死ね。って行こうとみたいな、はい、っていう流れですね。じゃあ直してもらって本番いきます。そしていよいよ撮影開始。はい、よーい、はい。そこにはこれまでの冷静さを失い怒りに打ち震える剣心の姿があった。カオル殿を巻き込んだ貴様と、それを阻止できなかった俺自身にな。これまでに見たことのない剣心の表情、怒りをまとったその佇まいに現場も緊張感に包まれる。カオル殿にかけた真の一方を解け。そして撮影はアクションシーンへ。よーい、アクション、せーの。徐々に抜刀斎へと覚醒していく剣心と、死に場所を求めるように戦う仁へ。過去の因縁に結びつけられた二人の魂が熱のこもったアクションとともに紡ぎ出されていく。無情な人斬りというものっていないんだろうなって僕は思ってて、ある意味時代の犠牲者でもあってね、まあ怒りや悲しみとか背負いながら深みはまっていったっていうね、その殺戮を楽しんでるっていうことではあの時代の連中はないんだろうなと思ってね。多分だから悲しそうに見えるといいなと思うんですけどね。さらにこのシーンではアクションをし続ける2人の周りをカメラが旋回するダイナミックな撮影も行われることに。カメラのタイミングとアクションのタイミング、全てが合わなければならない難易度の高い撮影。意思もらっていいですか。砂利すいません、砂利ください。一歩間違うと危険な撮影となるため、佐藤と吉川は入念に準備を行う。木の裏、向こう、じゃあこれ。そして迎えた本番。はい、行きます。はい、本番。よーい、はい。ごめんごめん、カット。カット。
1回目はタイミングが合わずに失敗。はい、さらにテイク2。かー、やったー、ありがとう。テイク3と重ねるがなかなか OK が出ない。もう一本、もう一本いきます。もう一本ください。佐藤の香りも焦りの色がにじむ。C カメトラック4、 C カメトラック4、本番4番。そして迎えた4テイク目。よーい、はい。カーッ、ありがとう。 OK、 無事に OK。鬼気迫る2人の死闘がスクリーンに焼き付けられた。ティーガミヒルバルド本番、よーい、逃げてください。はい。こうして剣心と陣屋の激闘は4日間に及ぶ撮影を経て幕を閉じた。カット、ホールド、ホールド、お願いします。オッケー、はい、はい、オッケー。彼はね、彼の中で少林寺拳法をずっとやってたらしくてね、やっぱり身のこなしがね、スピードがあるし美しいしね、あ、だからやっぱりこの剣心の役なんだなっていうふうに非常に納得しましたね、うん、2011年11月17日、映画「流浪に剣心」撮影最終日。クランクインから延べ108日間にも及んだ撮影がいよいよ幕を閉じる。完成してやばいなと、ポツ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 雨降ってきますから、あのこんなんだからポツ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 雨だれが、それで雨だれ避けて横になるみたいな。わかりました。はい、本番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 、よーい、はい。108日間、剣心と共に全力で走り抜けた佐藤健。撮影期間中に見せたことのない表情がその顔に浮かぶ。明るいところです。8月2日のクランクインから108日間、やった、数々の死闘を演じていただきました。君は剣心役、佐藤健さん、言い切れない、本当にもう言い切れないんですけれども、まあ当初もうまあ気合が入っておりまして、なかなかこうどうやったらいいものかと思っておりまして、まあ練習に励み、まあ現場に入り、こう最初はね若干孤独との戦いだったんですけれども、しかしこうやっていくうちにですね、気づいたのはもうこんなかっこいい衣装を着させていただいて、こう素敵な髪型にしていただいて、かっこ傷つけていただいて、もう、まあ、美術装飾さんとか、もうライティングとか、もうスモークとか、もうすべて、もうなんだろう、すべて皆様のおかげで、もう立ってるだけで何もしなくても剣心になれてたなって思って、
本当にもう僕の中ですものすごいハードルが高い人物だったので、でも本当に皆さんの全ての皆さんのおかげでやっと剣心になることができたなと心から思っております。なんだろう、こんな達成感を初めてです。本当にありがとうございました。圧倒的なプレッシャーを跳ね返し、見事剣心を演じ切った佐藤健。しかし剣心との旅路がこのあと10年に及ぶことになるとは、当の佐藤自身もまだ知る由もなかった。